こんにちは、アキです。最初にお詫びをさせてください。10月6日のビクトリアオープンの大会 と、10月25日の、キャンプベルリバーでの大会の試合前後の動画を撮ったんですけど、間違えて消してしまいました。ということで、今総括として、2つの試合の結果報告をしたいと思います。ビクトリアオープンでは初の大会だったのですごい緊張してたんですけど、総当たり戦だったので、1回負けても何回でも試合ができるってことで、ちょっと心の余裕はありました。そして、1試合目がすごい2メートル級の選手とやって、一発目綺麗なブラマシパコーンって決めたんですけど、場外、空手やってる人だったら分かると思うんですけど、マット1枚分で場外がこっちかこっちかで試合によって違うんですけど、大きな大会って、外側の線なんですけど、今回の大会内側の線だったらしくて、それを聞かされてないで、内側の線を越えて戦ってたらダメで、反則中まで行っちゃって、おおやばいと思って、そして着いた後に相手がダッキングしたので、押して返そうとしたら、それは確か何だろうな、反則だったのかな。それで、反則のポイントが重なって反則負けで、1試合目なんと負けてしまいました。ですが、その2試合目は9対1ぐらいで勝って、結局その俺が負けた選手が1位だったんですけど、本当にあと1試合さえちょっと諦めず戦ってれば優勝できたって試合で2位でした。すごく悔しいです。リバーでは、本当にその1試合目、2試合目、3試合目、
3試合あったんですけど、その2試合とも両方2メートルぐらいの人で、もう一つはこんなゴリマッチョな人だったんですけど、その大きい2メートル級の人には、勝ちました。ポイント差はちょっと忘れちゃったけど、結構な、なんだろうな、ポイント差で勝ったと思います。そしてその大きい人とは世界大会も出てすごい強い選手なんですけど、その人に駆け引きをしてて、0-0 だったんですね。でルールで判定で、よしこれは勝った試合だって、なんで勝ったと思ったかというと、自分詰めて戦っているのポイントこれ取っただろうっていうのもあったんですけど、やっぱ相手のインパクトが大きかったのかとか、なんだろうな、やっぱ強い選手だから周りもそっちばっか見ちゃってるってなって、判定でも負けちゃって、まあ結果になっちゃいました。やっぱ悔しかったです。本当に判定で負けるっていうのは一番悔しいです。なんだかというと、やっぱ審判がどっちを見てるかっていうのも分かりますし、自分が試合の駆け引きがどんだけ下手だったかっていうのも見ては結果で分かるので、すごい悔しかったです。まあ、これは細かくないざっとな総括なんですけど、本当に動画を消してしまってすいませんでした。ってことで、ついでに緊急報告もしたいと思います。ストライキが、3週間続いたんですが、やっと今週、今土曜日なんですけど、その月曜日から学校始まって、昨日金曜日にいきなりテストでした。それで、チャプター8という、1個の項目、なんていうの、例えば因数分解だとしたら、因数分解を2日間だけ勉強して金曜日テストっていうの、そういうのがあって、そんなのたった2日間でどうやって俺ら勉強すればいいんだよって生徒が怒ってたんですけど、まあ先生がストライキだったからしょうがない、ごめんねってことでテストをして、くっそ難しかったです。なんか問題のレベル下げてくるかなって思ってたんですけど、問題のレベルもすごい高く、くっそ難しかったんですけど、たまたま勉強した問題がたまたま出てくれたので、そこでポイントは勝つ、ちょっと稼げたかなと思います。そしてやっぱストライキ終わってみんなに、会えたので、知って自分が英語勉強、また学校で英語の先生から授業が受けられるってことで、またなんだろうな、自分の英語力向上にも向けて勉強ができるので、すごいそこも嬉しいし安心をしました。なんか噂によると1月まで続くみたいな噂がいろいろ飛び交ってたので、それすごい心配で、タイのこととか心配だったんですけど、やっぱそれを聞いて安心したので良かったです。ってことでですね、近況報告と大会の総括を終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。じゃあね。